さあということでここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画きてムービービーッチメン今夜扱うのは2月9日から劇場公開されているこの作品「夜明けのすべて」 人気作家瀬尾舞子さんの同盟小説を稽古、目を澄ませてなどの三宅翔監督が映画化、PMS 月経前症候群のせいで月に一度イライラをえられなくなる藤沢さんと一見冷めた風だがパニック障害を抱えー、記録を失っている山添君、そんな二人が同じ会社で出会い、寄り添い合いながら自身の生き方を見つめ直していく主人公の藤沢さんと山添君を演じたのは NHK 連続テレビ小説「カムカムエイブリバディ」でも夫婦役を演じた上白石萌音さんと、えー、ストーンズの松村北斗さんでございます。 ということで、えー、夜明けのすべて見たよというリスナーの皆様ウォッチメンの皆さんから感想メールを大量にいただいておりますありがとうございますメールの量は多いこれやっぱり三宅翔監督最新作ということで今日本映画ね 見る人だったらやっぱり見逃さという手はないという感じだったんじゃないでしょうかねえ主、ー、な褒める意見は今年の日本映画「ベスト」では静かな感動に包まれる傑作フィルムによる撮影も素晴らしい、ね、16ミリフィルム前回の稽古に引き続き、えー、藤沢君と山添君不死役2人の関係性が良いなどございました一方指定的な意見は、えー、実際に病気に苦しめられている人が見たらこの映画の主人公たちと自分の境遇を比較して悲しい気持ちになってしまうかもあのまあこれご自身とものことも含めてちょっと後ほどちゃんと読みますけどねえー、まあちょっとあのあと演技のつけ方があんまり好みじゃなかったみたいな ごご意見もございました、えー、できるだけ読んでいきましょうラジオネーム、えー、ソラファーレさん。 夜明けのすべて見ました、えー、転職も精神科への通院も経験した私にとって身近でそれを抜きにしても人間への信頼が感じられる傑作だと思いますまず本や専門家グループセラピー働きやすい職場づくりなどフィクションでは掲示されることもある人間が積み上げてきた知恵を大切にしているところが本当に素晴らしいです、えー、また主人公たちの変化を劇的に描くのではなくいつしか変化していたことをふと気づかされるように描いていましたそれらによって示されるのは自立とは依存できる相,、えー、相手を、えー、たくさん持つことであり他者を完全に理解することも救うことも難しいがそれぞれが安心して人生 にに受け入れるる場を作ることとできいいう地に足のついた人間感特に主人公2人の関係はいつまでも見ていたくなりますが本人たちは完全に共感したり執着したりしない、えー、距離感が高地よく他者が他,他者として共にある尊さが感じられます、えー、奥行きを生かした画面や光と影を捉えたフィルム撮影などこの映画自体が温かなしかし2時間で終わってしまう箱庭を思わせます、えー、しかし作中プラネタリウムで語られるように閉じていることでかえって画面の外の私たちにも希望を託しているようでそんな要因を与えてくるエンドロールの映像やその直前の誰もいない山添君の部屋のショットが忘れられません今 私にとって生涯ベスト日本映画と言わざるを得ないのが現状ですというソラファーレさん。えーあと えー、高松の宮さん、宮家賞監督、夜明けのすべて鑑賞してまいりました、圧倒的に3です、えー、私自身、ADHD という発達障害を抱えており、月に一度通院しながら、基本的には会社の人を含め、オープンにした状態で周囲の協力を得ながら社会生活をしております。本作に登場する PMS を発症すると、イライラを抑えられなくなる藤沢さんや、時折パニックを起こしてしまう山添君のような突発的な症状は出ないものの、常備している落ち着きを保つ薬がないと、集中力ややる気が出なくなったりして、日常生活に支障をきたす状態になります。 三宅庄監督の特徴として外側の情報をすべて語らずとも相手の表情や仕草、えー、発する言動にバックグラウンドを容易に想像させる演出を時折行っていると思いますが今回もそういった演出を行っていることでどちらかといえば当事者側の自分としても彼らの苦しさや無理解に絶望することが直接的なものより、えー、もっと肌感覚に近い刺激で感じることができましたメンタルクリニックでの受診の際に症状がある時ほど何か聞きたいことはありますかあの問いに何もないと言いがちで早く薬をもらってそそくさと帰り一人になりたいんだろうなというところもあるあるかなと思いましたあの山添君が あのー、内田千佳さん演じる、あのーね、お医者さんと話しててもう途中で <laughs> あのもうちょっと話してもう荷物持とうとしてるところとかまさにそういう描写でしたよね、えー、決して感動を押し付けるようなこともなくただ突き放すようなこともなく寄り添うような目線で藤沢さんや山添君の社会との付き合い方を通して決してこの世から携帯ほど絶望することはないんだと思い起こされて救われた気分になりましたまた終盤での渋川清彦さん演じる辻元さんがこれあの山添君の、ねえっとえっと、上司 の方ですけどね演じてる、えー、渋川さん演じる辻元さんが未だパニック障害があるものの今の社会にも会社にも残ってプラネタリウムについてはつらつと語る山添君に対して落流してしまうところで私自身もグッときました、えー、寄り添ってきた先輩や同僚彼女などが自分自身以上にもっと心配して思い合っているということを感じ自分の友人や家族などのことを思って、えー、涙が止まりませんでしたこれでから先2人にはどんな困難があるかわからないけど温かな目線で見守っている人たちのことを思い大丈夫大丈夫だよと声をかけてあげたくなるような静かな感動を覚えました名作だと思いますというような。 えご意見あとですね、ちょっとこれ、あの部分的にご紹介しますけど、喜八郎さんね、まあ、あの全体褒めていただいて、えー、特筆したいのは、三井試験演じ扮する栗田社長の亡き弟を写真と声だけで演じた斎藤陽一郎さんです。年 えー、青,青,山青山新次監督が亡くなった際、青山監督と大学同窓だった方の企画による追悼上映を新潟で開催し、北九州サーガーをはじめとする小作を見、斎藤陽一郎さんから青山監督の思い出を伺う機会がありました。あ、喜八郎さん自身がそれをね、企画したのね。三、えー、石さん、斎藤さんともに青山作品の常連であり、その二人が兄、弟を演じること、また栗田科学とサッドバケーションでの間宮運送の描写のシンクロに、えー、三宅監督の青山監督へのリスペクトを強く感じました。斎藤さん扮する弟が残した声を、えー、藤沢、山添が受け継い主人公たちが受け 次自分たちの言葉で語り直していくプラネタリウムの場面ではおいつをこらえきれませんでした、えー、人や社会を見つめる新鮮な感性と先人たちが残した映画の豊かさを受け継ぐ姿勢三宅翔監督のさらなる飛躍が楽しみになる鑑賞でしたという木八郎さん、えー、一方ちょっとダメだったという方もご紹介しますねラジオネームケンコバさん、えー、私は15年ほど前にパニック障害と診断され10年ほど前には双極性障害と診断されたためこの映画に対しては同じメンタルに悩みを抱える者として完全な当事者とまでは言いませんが�鑑賞前からある程度の関係を感じていました私が一番共感できたのは山添 それがパニック発作を起こした理由として仕事の忙しさに直接は触れずにラーメン屋で唐突にと語る場面でした私自身もそれまで特に取り立てて精神的な不安や体の不調もなかったのにファーストフード店で食事をしていたら突然したや喉に違和感が出てきてその後息苦しくなり救急車で運ばれたのが始まりでした この作品では彼らがあえてとっている行動をごく自然に描いていたのもとても良かったと思います。えー、この映画で病気について過剰にエモくなく丁寧に映画で描かれていて、私は自分のような人間のことも理解してくれている人もいるんだと感じ、涙が出るほど嬉しかったです。この方、涙が出るほど嬉しかったともおっしゃってる、まあ、その前提でいる。えーとの ご意見とということでちょっとここからさっき聞いていただきたいんですが、すが健康場さん、えー。しかし現実にはこの作品の栗高くのような職場や藤沢、えー、と山添の出会いなど、そういう環境や機会に恵まれている人ばかりではありませんし、仮にそういう環境にあっても自分にもそういうものを持っているのだと気づける人はもっとまでしょう。特に病気については、現実的に描いているせいで、フィクション作品として見ればどうってことない山添と藤沢の関係がものすごく浮いてしまっていて、えー、特に現在進行形で病気に苦しめられている人は、この映画の2人と自分自身の境遇を比較して、ものすごく悲しい気持ちになることもあるでしょう。私自身も を再認識してしてまったことは否定しませんこの映画を自分自身の病気と重ねてしまうといいところも悪いところもあると思いますが、えー、メンタルヘルスの問題について自分とは無縁のものだという人には勧めたい作品でありました、えー、現代の社会にそれについて無縁だと感じている人はほとんどいないかもしれませんけどねということですけどねそうですねまあ確かにそのねみんながみんなこういういい出会いとかいい会心表にいられるわけではないっていうのはもちろんそうでしょうねただあの この作品においてもですねその栗田科学これ私の意見ですけど栗田科学というその、まあ、いい会社だしいい人たちなんだけどあのでもそこだけが彼らの唯一の居場所であるとも描いてはいるとは思ってなくてあのー、社会要するにまあそんなに極端なことを栗田科学極端に何かこういいことをしてるっていうことでもないのであのこういう場所がポツンポツンとでも、まあ、も,もしかもっとも世の中に広がっていくことは望ましいですが世の夜中にはありうるし。 こういうい関係もあり得るしあの例えば藤沢さんと山添は別にめ仲いいけどでもそんな仲いいわけでもないっていうかだからこのぐらいだったらで,でも大丈夫だよっていうかそういう,こう幅はある作品だとは思うんですけどねだからこそ、あのーまあ、藤沢さんはそこを離れて暮らすっていうのを割とさらっとした選択として選んでいくし山添もそれを普通のこととして受け入れていくっていうのもあるんだと思うんですが。 えーね、もちろんさまざまな皆さん、これ別に、あのー、精神的な状況に限らず、いろんなご事情とかいろんな状態があって、人それぞれ本当に本当に違うのはも,うもちろんのことで、あのー、なので、それによって、状態によって感じ方が変わるのも、ね、もちろん作品でしょうからね、はいあのー、皆さんだからそう,いういろんな角度からのご意見、本当に勉強になりました、ありがとうございますということです。 はいということで、あご忙しい僕もね、結構い,い,あのいっぱい語りたいことがいっぱいあるんでね、早速いきますね。夜明けのすべて、私も、えっ、ー、と,ーと、t j ョイプリンス品川、そして東宝シネマズ日比谷で、あの、えー、ちょっと後ほど言いますが、オーディオコメンタリー、UD キャストを使ったオーディオコメンタリーで1回、そしてもう1回、え宝、ー、と、シネマズでと、まあ、計3回見てまいりましたっていう感じですけどね。はい。えっ、ー、とー、まあ、小さめのスクリーンではあったけども、えー、と1回目の祝日はもちろんですね、えー、平日、昼も結構埋まってました。当然のごとく、松村北斗さんのファンの方も多いのだろうけども、 意外と客層、僕が見たところ多様でもあって、まあ、作品自体の評判さ、あるいは前作、稽古目を済ませて、えー、以降、ですねさらに広く知られることになった三宅翔監督、最新作としての注目の高さみたいなものもすごく感じました。で、あのー、結構入ってるお客さんの中で僕自身もそうですが、はっきり声を出して皆さん笑っていたシーンも結構あって、すごくいい雰囲気でしたね。例えばああ、ね、あののー、ねご覧になった方は分かると思いまますけども、あのーまあ 上白さん演じる藤沢さんが「ああもう,もう少しチャンスちょうだい」っていうところのもうそこで「ブチャンス」って言ってブワーってこう笑っちゃいましたしそこからの,あの山添が次のパッてパッとカット変わると山添の髪がしっかり短くなりしっかり多少晴れやかな顔になってるってあの編集のジャンプによるあの山添の変化があるもすごい笑っちゃったりするすごくね実はあのコメディ的に笑えるところもいっぱいある作品だというふうに思いますけどねすごく映画館いい雰囲気でした。 で、えっ、ー、と、そんな中、1回目見に行ったときに、UD キャスト、この番組でも何度も紹介している、例えば、えー、と視,覚障害に視覚に障害がある方の、えー、ための音声ガイドとか、聴覚に障害がある方のための字幕を出すというの作品ごとに、えー、アプリでこう聞いたり見たりできるという、まあ、要は、どんな人でも映画を楽しめるようにするアクセシビリティサービスの一つ、UD キャスト。えー、その UD キャストを使ったオーディオコメンタリー、音声解説、あの、ブルーレイや DVD の特典としてよく入ってるやつ、我々ライムスターの映像作品でもおなじみのあれ。えー その音声解説を主演の、えー、上白石萌音さんと、えー、松村航、えー、平さんと。えーで えっと、三宅翔監督の3人でやっている、えー、っていうね松村北斗さんとごめんなさい上白石萌音さんと松村北斗さんと三宅翔監督の3人でやっているというこの解説が、えー、上映期間中に聞けるという企画が2月16日から始まっているというのをポスターで知りまして、えー、おそらくそれだけリピーターがの方が多い作品ということもあるんでしょうがもともと僕オーディオコメンタリー大好きなんでえー、とこれはもういかねばということで2回目は UD キャストのねそれで行ってまいりましたで結果これがまたとても良かったです、えー えー、お三方の話すエピソードや視点が本作を味わう解像度をさらに高めてくれてもともといい作品だとは思ってたけどさらにさらにしみじみこの映画好きだなとなりましたね、えー、まずあの主演のお二人がそれぞれのキャラクターにね結構容赦なくガンガン突っ込みまくるんですよね。 あのもちろん病気の部分じゃないですよ病気の部分じゃなくてこの2人がその病気とは別にもともと持ってる人としての凸凹ココみたいなところにあのやばいでしょみたいなことを <laughs> こう突っ込んでるのがすごい楽しいし笑えるし、えー、あとはやっぱりそのあ確かに言われてるわってディテールとかああ確かによくできてるっていうようなところをすごくいくつも新たな気づきをですね教えてくださって非常に良かった。 えー、おそらく今日これからの話ももちろんねあの興味をそ興味いでしまうようなメタバレにはならないよう気をつけますけども、えー、どうしてもちょいちょいその音声解説から得た知見や視点というのが入ってきてしまうと思いますので本当に見てよかったです、えー。ということで共同客も出かけてらっしゃる宮宅翔監督、えー、稽古はねガチャ結局当たらずでございまして投稿などで作品を取り上げるのは初ということになってしまいました。 えー、間接的には一回、ポパイでですね、三宅さんと、えー、とその三宅さん2018年、君の鳥は歌える主演の柄本佑さんに、僕が質問するという、いろんな人が質問するという企画にお邪魔したことありましたけど、ただその時ね、僕がちょっと企画コンセプトをきちんと理解してなくて、僕の質問が、つまりちょっとなんかずれててですね、なんか変な感じに締めってはなっちゃってたのが、すごい心,心苦しいやら、恥ずかしいやら、申し訳ないやらってありますけども、えー、その説は大変失礼いたしましたとい。 全部ちゃんと見ましたたすすごい良かったですあの三宅さんの映画館みたいなのもすごく見えて良かったですけどともかく三宅翔さん、えー、まれによって私不勉強で初期作は現時点でほとんど拝見できてなくて本当申し訳ない本当にもう全然ダメなんですけども、えー、さっき言った「君の鳥は歌えると」えー、もちろん稽古、まあ、これ見てますしあとザ「コクピットというですねあの君の鳥、えー、は歌える」にも出ていたあのおむすびね おむすびと、えっと、ビムくんがです、ね、ゼロから1曲作り上げるまでをまるまるリアルタイムで切り取ったドキュメンタリー「ザコクピット」というやつとか、えーねあの「君の鳥は歌える」に続いて今回もすばらしい劇版を付けかけているハイン・スペックさんというのはもともとシミラボのメンバーでもあるのでつまりその、えー、三宅翔さん非常にヒップホップお好きな方なんだなというのはこれも間違いなくあのご,ご本人の佇まいも僕中すみません勝手にあ電話流っぽいなって勝手に思ってたりするんですけどすみません勝手にね。はい まあ、ヒポップホップ好きな三宅さんというのがそれを表れているそのザ・コクピットとかあとあの今回共同で脚本を手掛けてらっしゃる和田清人さん、えー、映画だと慰霊優さんの「ギャングルス」とかや,ってやられてる方ですけどこの方とのコンビ作としてワウワウドラマン、えー「杉咲花の殺球」というね殺球シリーズの中の杉咲花の殺球のお二人が手掛けられた2編このタイミングで見たりとかまあそんぐらいでございましてとにかく全てを見た上で話してるわけじゃないのが心苦しい限りなんですけども ただそれでもなんかですねえー今回のその夜明けのすべて含めて僕がこれまでえ見た範囲でですけども見終わった後の感じ残る要因にやっぱどれも共通するものは確かにあるなとも感じておりまして作品を見てる間確かにそこにあった時間や人と人との営みちょっとしたささやかなでもそこにしかないその場その瞬間そのメンツだからこそ生じた何かそれが作品が終わるとともにしっかりとまた終わっていった去っていったという考え。 その時間その場所に確かにあった人と人との関わりそこから生じた何かで我々観客は上映時間中それを共に生きているような感覚に包まれているでそれが映画が終わるとともにまた確かに終わり去っていったというようにもっと言えばそこからまた人生は世界は続いていくのだなという確信のようなもの そんな感じが僕は三宅翔さんの作品、えー、見ていてですね、まあ、どれも強く残った要因なんですね共通して、まあ、言葉にするとそのねある時間が去って何とかが終わってそれ映画なんだからそれはそうだろうっていう風に感じしちゃうかもしれないけどそれはその言っちゃえば映画という表現媒体の特性というか本質を三宅翔さんがとてもてとても深く理解され作品に評価しているということでもある気がするんです。例えば本作 序盤でですね、上白石萌音さん演じる藤沢さんが、まあ、PMS の症状によって、発作的に切れてしまったことを、おそらくはその翌日、職場で上司に謝っているという場面があります。えー、さっき言った、その音声解説によるかですね、えーまあ、上白石さんが三宅さんを代名して言ってましたけど、三宅さん、ここで、おうどうしても改装形式にしたくなかった。僕、ちょいちょい言いましたよね、あの映画で改装形式ってあんまり安易に捕まってほしくないみたいな、あのインディ・ージョーンズのこの間、新しいやつで改装が出てきたときに、本当にがっかりしたって話とかしましたけど、えー、 まあ、観客には主人公と同じ時間をリアルタイムで共有させたいというようなことを三宅さん意図しててなので回想ではなくどうやって彼女がでかしたことを示すかでタブレットで撮影された動画を見させられているという形にしたというようなことをおっしゃった、えー、のこの場面ねちなみにあの向かってあの藤沢さんに向かって左にいる体の大きなすごく人の良さそうな上司役の方がまたすごく愛らし,しくていいんですけどもあの藤、ー 藤沢さんの右側にいるこの動画を撮影してしまった若い人っていうことらしいんですけど若い男の社員え実は彼のその後っていうのもあの驚きのエピソードがこの映画の中に仕込まれててこれコメンタリーでぜひあの見てくださいあのもちろん映画見てるだけだとちょっと気づかないんだけど実は仕込まれてるその後のエピソードまあとにかくですね ある時間の進行感覚がほとんど強制的に共有させられるという、えー、僕はいつも言ってる映画というものを非常に重要な本質に三宅さんは特に意識的鋭弁に作品を作られているその映画の中で流れている観客が共有している一緒にその時間を生きたその時間これが映画だっていうね <laughs> ことだと思うんですよね。 特に前作傾向に引き続きの月永悠太さんというね撮影監督による時に柔らかく時にヒリヒリした16ミリフィルム撮影この16ミリなんで非常にフィルムの粒子が荒いわけですでそのフィルムの粒子がまさにそこに,こう要するに光の一個一個が焼き付けられているようなこので確かにそこにだから物理的にやっつけられてるから確かなんだけどでもその細かい粒子の集まりでなんかおぼろげでも儚くもあるというこの感触タッチがまたさっきから言ってるその時間その場所に確かに にったもの感をこの1 6ミリのタッチがある種の切なさとともに際立てる役割、えー、さらに果たしているなというふうに思ったりするわけです。 と、えー、ということで改めて本作その夜,明け夜明けのすべてですけどもね松尾舞子さんによるこの原作小説僕もこのタイミングで拝読いたしまして、まあ、元からこの主人公2人藤沢さんと山添君のやり取りとか距離感がとても面白い小説なんですよね、えー、なんだけども今回の映画化版で主演のお二人上白石萌音さんと松永北斗さんがそれらを、えー、あたかもその場で本当にふと出た言葉やリアクションであるかのようにさっきから言ってるようにそれは三宅翔監督の作品に共通するもの本当にそこで そういうものがあったんだなって思,思えるような何か、えー、なんだけどもでも原作小説を読むとえっ これほんこ,これを忠実にやってたってことなのみたいな当たり前といえば当たり前なんですけどもそういう事実に改めて驚かされてしまうぐらい本当に本当にそういう人たちがそこにいてそのようにその瞬間生きていたとしか思えないほどの自然さで、えー、演技されてたというよりこっちの方がやっぱりしっくりくるけども体現されていてという感じだと思いますね例えばさっき言ったあのもう少しチャンスちょうだいのところとかあんまりにも自然にそれがポロッと出るからこうおかしいわけですけどもこう読んだらあこのセリフまんまあるんだみたいなね えー、しかもあそこんとこってねもちろんあのかみ切った横っちょを見せるカットとかありますが。ほとんどカットも割ってないんでもうあのまんまの感じがするわけですね三宅さんやっぱりそのじっくり撮るとこはワンカットで全部じっくり見せちゃうんですもんね一続きで本当にそうそうまあ怒ってることなわけですそれが、まあ、まさに実写映画ならではの部分ですけどもね えーでまあ、とにかくこの男女2人の主人公同士の、えー、これ皆さん書いてた通りですねどんどん距離は縮まっていくんだけども同時に恋愛には絶対に発展しなさそうというか恋愛に発展しなさそうということすらあんまり意識しないような,そ,んなんあんまりそこまで考えないような自然なこのなんていうかフラットな遠距離感といいましょうかね、えー、これがまあまあ前編見ていて本当に心地いいんですねこの2人の人、ね、関係性がね。 えー、音声解説でもですねこのお三方繰り返し繰り返し突っ込まれて笑われてましたが彼らお互いに必要な助けを必要な時に与えられるようにもちろん歩み寄ったりいろんなことはしてるんですけども。 でもこれみんなあのお三方とも突っ込んでんだけどこいつらそこまで仲良くなるっていうマジでねえなっていうなんでそんな答え方しかできねえのみたいなことに突っ込んで笑ってるんですねでも本当にこれはおかしいとこだしえだからこそあそこまで気の置けない関係にもなれるんじゃないつまりお互いにこう好かれなきゃみたいな気持ちがないからこそあの力を入れずに付き合えるというかねとこがあるかもしれない。 例えばちょうど中盤あたり、まあ、かなり2人が親しくなったあとですね山添君の部屋で2人がダラダラとお互いの病状についての本を読みつつここもね、あのー、要するに立場の交換じゃないですかお互いの病状についての本をお互い交換して読んでる状態、まあ、森田義光映画にもよく出てくるその、えー、立場の一時的交換というか立場の一時的交換による、えー、親密さ表現みたいな。 で、まあ、これ自体が実はすごく感動的なんですよね。お互いがお互いの病気のことを学ぼうとしてるってこと自体がもうすでに実は本当は感動的なんだけど、ダラダラとお互いの病状についての本を読みながら、ダラ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 話してると。で、えー、これ予告編でも使われている、まあ、パッと聞き、まあ、藤澤さんに言われていた通り、それそうでしょうな、山添君のセリフえー、まあ、その立場、男女とか、立場違っても、なんなら苦手な相手同士であっても、まあ、彼こう言ってる、助けられることはある。 それれだけけは分かりますとと助けらるることはあるでね藤沢さんね「うん、そりゃそうでしょ」みたいなこと言ってまあスルーされちゃうんだけどこれ予告でも使われてんだからこれがこんなに劇中で聞くとさりげないけど感動的に響くなんて。 っていうところなんだけどもやっぱり劇中ではそこからもう感動的な空気など1ミリも流れないまま2人の間のむしろ2人の間の、えー、に性的な緊張感がゼロであることを確認し合うよう、ね、な軽いかまし合いねああや嫌だーセクハラだーみたいなこと言ってもう完全にこの2人にはそういうのがないっていうのもやるようなやり取りがあってからのやねでまあそろそろ時間だ行くわーっつって藤沢さん立ち上がってからの。 皆さん、こうう最高のフード業者やしたねあ、プリングルス、わかんないけど、とにかく筒状に入ったポテトチップスを直流し込み食い、しかも2回、こうやって、こうやって。 やるっていうね先ほどから言ってるあの音声解説だとあそここれ三宅さん曰くえー、っく例えば曇りガラスの向こう側に隠れてこうやってガガガってやったりするとあちょっとかわいいって感じちょっと惚れてまう野郎感が出ちゃうんだけどあれを目の前で堂々とガガガガってやられるとあこいつとはねえなって感じがするっつってあのなるほどっていうね感じでね面白かったですよねあそこも本当笑っちゃいましたけど。 でこの、えー、藤沢さんと山添君のですね、えー、非,非恋愛関係ゆえの心地よい距離感、えー、これ各種インタビューなどを読んでもですね大変意識的にバランスをとらえていた部分の特にねあの松村さんすごくそういう恋愛の感じに見えちゃわない方すごく気を使ってらっしゃったということですけども、えーまあ、見事にそれは本当にできてできてるとか本当に本当にそういうふうに見えちゃうんですよねうまいから二人ともあの「カムカムエブリバディ」でその信頼関係ががっちりできてるからこそっていうのも,もう要するにある種もう戦友同士だからこの感じ出るっていうのもあんのかもしれない なないなとはちょっと思いましたけどね。 でえー、人間関係の距離感という点で、えー、が重要なのはこれ主人公2人に限らなくてですね例えば、まあ、2人が勤務する、えー、栗田科学、ねえー、原作での栗田金属がまあ映画用にアレンジされて、えー、と科学工作玩具とか、えー、とあと小学校の実験用教材の会社、まあ、小さなのんびりした会社です、えー、その会社の社内の様子など、まあ、細部まで本当に作り込まれた見事な美術含めですね実は計算され尽くした見せ方が本当はこの、ね、距離感に人の距離感とされていると。 関係ですね例えば最初あの一番最初に5年後っていうテロップが出て、えー、藤沢さんが社人お土産込みで帰ってきてという最初にこう会社に来るところというところの一連の流れの中でこの人がここにいてこの人がここにいて人物配置が見えるわけですけども最後の最後山添君が記者したところで再びその人物配置が全く同じ位置関係で繰り返されることによる特に山添君の劇的変化というのが 同じところに人がいる分山添の川あっていう感じが非常に静かだか大きな感動を生みますしそもそもここね、えー、山添君がついにあの栗山科学ファミリーの一員とあることを意識的に選び取ったかのような、えー、服装演出。 ここも実は本当にさらげなくめちゃくちゃ熱いところだったりするんですけどもあるいはですねここはぜひ映画館の大きいスクリーンでこそ気づいてほしい細部だけど主人公2人を背後からそれとなく気にかける大人たちの視線というかね人々の視線序盤山添君のね炭酸プシューきっかけで藤沢さんが切れ出すところからして、えー、実は後ろに足立智光さん演じる、えー、平西さんかなの実際グッジョブな物言わぬ動きがあるっていうところとか。 あるいは後半山添君の作ったプラネタリウム解説文にまあまあ雑なダメ出しをする藤沢さんっていうねーでうーんとなる2人を背後から時折気にかけるあの人の視線の優しさそれをカット割ってこうアップとかにしたりせずにあくまで背景として入れ込むということつまり主人公たちの外側にもまた世界が広がって他者たちがいてその人生事情があってそれとも主人公たちの人生はリンクしてこれが成り立ってるんですよっていうのが作品そのものを作りの中に組み込まれてるわけで世界観がメッセージが。 えでそれは要所要所で実は効果的に挟み込まれて世界全体を広く感じさせるつまりこのような物語があの明かり一つ一つの下にあると想像させる引きの絵の街の円形ショットがちょいちょい入るんですけどもこれ,これにもまあもちろん込められているものだと思いますね。脚本のねすごいい時間がやばいえー まあ、脚本の劇,、えー、と劇場の、ね、パンフのあプロダクションにノートによれば、えー、と杉崎花の「殺球」ってさっき言ったあ,のあれでやった主要登場人物にできるだけそのあの要するにワンシーンだけ映るような人にも全部こう背景の細かい設定とかを作り込むっていうのを、まあ二人脚本のお二人やってて、えー、それもやっぱりその世界の広がりを作品内からしっかりこう浮,き浮き上がらせるあの際立たせるっていうことに、ねえー、背景になってするんじゃないかと思いますね。 でえー、映画に、まあ、アダプテーションするにあたってのアレンジ、まあ、いくつも素晴らしいものがあるんですけども例えば全体を通して出てくるあのね、えー、栗田科学のドキュメンタリーをビデオで撮り続けている中学生の二人まずあの二人のキャスティングバランスも最高この二人も見てるだけで心地いい二人なんだけども彼らを置くことでもちろん栗田科学という会社のもろもろ説明的でなく説明できるというのもあるしさっきから言ってるそこに確かにあった時間や営みの記録が作品内にも残ることでさっき言った 少なくとも僕が感じる三宅小作品的な構造とか余韻がよりはっきりこれで際立つようにもなってるっていうところで,やっぱいいですよねあとはやっぱり何といってもあのね藤沢さんが山添君に序盤にあげる自転車ですね山添君の部屋にあるあのエアロバイクとの鮮やかな対比ってことですね、えー、そのエアロバイクの方は屋内から一歩も出ないまま主に前の職場の皆さんに元気アピールをするためにだけ使われているものであるのに対して終盤山添君が序盤の藤沢さんと通用なすがごとく乗るこの自転車 もちろん、あえて意図的に選ばれている坂道だらけの街ゆえにずっと警戒に進むとはいかないわけです。時には降りて押さなきゃいけない。ところが坂を上ったその帰り道はなんとまあ、警戒に気持ちよく風を受けられることだろうかという。あと途中にあるあのトンネルね、あそこのトンネル周りの2人の関係性の変化みたいなものも本当にグッとくるようになっている、えー。そしてもちろん、パラネタリウムですね。暗がりの中、集まった他人同士が無心に見つめる光の投影。 というのが限りなく映画館で映画を見ているまさに今の私たちまるで鏡のようでもあるというのこれ言うまでもないことですね、えー、クライマックスそれぞれに上を見上げる、えー、そのさまざまな立場の主人公たちの関係者というのはつまり我々でもある逆に言えば我々のすぐそばにもきっと PMS やパニック障害やるあるいはえ肉親を受け入れ難い形で亡くしてしまった方とかいろんな方がいろんな事情を抱えてそこにいるのであろう当たり前だが常にでもそこに常に肖像力を我々 働かしていいるとは言い難いその事実に改めて目を文字通り開かされる暗闇だから夜明け前だからっていうね、えー、天体に目を向けさせるこの映画的アレンジしっかりこう何て言うんですかウェットにも流れず本当にばっちりドラマ的にも意味的にもハマっていると思いますね。 ここ上平石萌音さん演じるその藤沢さんが「プラネタリウム」解説の最後に付け加える文章それはねあの三菱さん演じる社長の亡くなってしまった弟さんが残したものなんだけどノートからその一文を藤沢さんが発見するところに込められたこれは美術面でも驚くべきしかし聞けば納得の工夫 KUFU これもさっき言った音声解説ぜひ聴いてごさいこれすごいです。 ともあれその本作、テーマを全て集約したようなまさに夜明けの全てと題するにふさわしい名文、えー、これ、上白石さんの名朗読と何よりそれを外で聞いている松村さんが小さくこう,うなずく、その観客以外は誰も見ていない、その反応に僕は涙線がぶっ壊れたように、ちょっとね、落雷してしまいました。 えー、はっきり言えるのは藤沢さんや山添君という人たちがとてもとても好きになる作品ということですね。そのえー、と要するにそのちょっとそのなんかな病気は別にしてその人としての凸凹ココがすごくかわいい人たちでそこのオフビートなズレっぷりを楽しむコメディっていう面もあるわけです。えー、藤沢さんやっぱね行動の練習がちょっとねどうかしてるっていう時があるってことから本当にチャーミング例えばあのお守りあんな量買いますでそれを初対面の人に <laughs> 選ばせてあげてしかもその場面ねさっきから言った歩きみかん。<laughs> なんつうかまあ、藤沢さんらしいってもう見てる？うちに思っちゃう。あるいは山添君は時折口調がですね。前職のそのコンサルティング会社の名残が。 出てなんかちょっとコンサルミ強めなこうプレゼン口調になるんですよねこれまたかわいいみたいなね、えー。あと藤沢さん以外の2人でいる時の、えー、この山添君ちょっとその違うたまい特に渋川敷雄さん演じる元上司あるいは三井しつけんさん演じる社長つまりそれぞれに実は傷を抱えた大人たちといる時のそのあ元っ元ヨット部ならではの本当にいい青年感みたいなねそういうのもいいですしねあと元カノと会った時のちょっとだけ男っぽい感じとかもねいいんですよね。 もちろんそれを成り立たせているその演者の皆さんの圧倒的力量は言うまでもなくえ藤沢、山添、それぞれの担当医あの宮川一郎太さん、内田知香さん、ねどちらも本当にいかにもという完璧さでしたし当然、上白石萌音さんもね松村北斗さんも目線の動かし方、肩や背中の角度、手つきなどの一発で彼らの状態を伝えてくる力、本当に半端ない。他にも例えばね、藤沢さんに関しては雨で始まり、天気雨で終わるこの絵。 そそもそも最初のところね雨に打たれてこう倒れて要するに駅とかでよく見かける人っていうのを作品のつかみにしてるところがすごいと思うんですねそこで,で駅とかでよくこうしんどそうにしてる人とか倒れてる人でも我々まあいるなとは思いながら助けてはいないじゃないですかでもその向こうにある人生っていうのに導入していくこの作り本当に素晴らしいと思いますし。 えでね、先ほど言った雨に始まり雨に終わる。実は四季の移り変わり、しっかりと時間経過感を醸している。撮影自体は秋に捉えたようですけども、えー、例えばね最、まあ、最初の方は明らかに夏なんですよ。汗拭いてたりとかして。で、秋になり、落ち葉があって。で、冬、ものすごいマフラー巻いて。で、最後、春っていうのを示す。これまた美術的ディテール。ラストのエンドロール。これ音声解析って、ウォーっていう、はい、季節感をね、示す美術的なディテールがあった。で、エンドロールといえば、これ最後、しません、おいしそうけどね。 まず最後クレジットが出てくるタイミング栗田科学の中庭方向を見ているこうショットでこうクレジットが始まるんですねなんか不思議なとこでなんかクレジット始まるなっていう感じがしてるわけです。でそこからエンドロール栗田科学の中庭、まあ、みんなが思い思いに動いて、まあ、チりぢりになってくるねあのそこで山添君がコンビニ行くけど何かいるものありますかこの一言が言えてるっていうだけでもう,もう我々はもう山添っつってこうなるわけですけどもずっと続くショット終わりの方にさっき言ったエンドクレジットそのねエンドクレジットでおそらくカメラが。 置かれていたその変なところに何か終わるなと思ったカメラが置かれていたあたり、まあ、暗がりなんですけどそこによく見ていると。 これはも、ま、う、あ、皆まで言いませんけど、えー、皆までは言いませんが私はまたしてもあのジョナサンデミのレイチェルの結婚の水面下ショット的なものをちょっと思い出しましたということですね。はい、えー、ということで、まあつまりやはりそれとなく見守る目線の映画でもあったということが最後のさまでそれが貫かれてるわけですね。えー、しみじみいい映画でございました。これは本当に僕はあの大好きな一本になってしまいましたし、あのー、ぜひこの暗がりの中で他者同士が集まってみるというのにふさわしい一本である。 ございますので、えー、さすが三宅翔監督という最新作ということじゃないでしょうかぜひぜひ劇場でやってるうちに持ちしてくださいさあということで来週えっ、ー、と何日だっけえっ、ー、と3来週3月7日木曜日にウォッチする作品候補作品9作品を発表していきますまあ、最初のコアはこちら <laughs> アーガイルはいマシューボーンですねえー、続いてはこちら <laughs> えと昨日岡村さんもご紹介いただきました「リトル・リチャード・アイ・アム・エブリシング」3つ目「マダム・ウェブ」4つ目「ネクスト・ゴール・ウィンズ」5つ目「コベランと約束の救出」6つ目「犯罪都市ノー・ウェイ・アウト」そして7つ目「落下の解剖学8つ目「 某は恐れている。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム笹塚コンプさん。えー、今週歌舞さんに評論してほしい作品は、えー、ソウルメイトです。これは、あのー、少年の君のディレクツ案のね、その前の作品、ソウルメイトのリメイクですね、えー。友情親友などの日本語がチンプに思えるほどの固い絆で結ばれた二人の女性。鼻の奥が痛くなるほど大号泣してしまった。暫定今年ナンバーワン映画をお勧めいたします。ということで、えー、で揃いました旧作品ウクライナ、えー、人道支援、そして、えー、とパレスチナ人道支援、そして能登半島地震、えー、のための支援。 えーのためにえー、と3万ね、えー、と突っ込んでガチャ回しておりますが、えー、と一回余計ガチャ回して、あーちょっと保坂さんがいっぱいガチャを落っことしてしまってます。えー、と私もえー、と2万9000円しか現金を用意できませんでした。すいません、あの後でおろします。あとで先輩、後でおろしていきます。はいでは行きます。列がじゃない。1か月ないコンコロリーン。さあ、一発目。3。 えー、マダムウェブ、はい、えーね、ソニー系列マーベルものということであれでございますが、ちょっと工業的には苦戦してるらしいけども、さあ、もう一発いってみましょう、申し訳ない、マダムウェブ、コンコリーン、さあ、もう一個きた、7、7ってなんだっけ、落下の解剖学、うわー、来ちゃった、ちょっとドキュメン、うわー、重たいの来ちゃったけど、まあ、一回も見てるし、面白い、面白いですよ、面白いです、おすすめです、アカデミー賞でもね、非常にね、えー、あれになってますね、落下の解剖学、行ってみよう。 ということで、えー、もう見たよという皆さんからメールを募集しております。そして私、見てほしい映画も募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。当て先はどちらも歌丸アートマーク TVS.tosio.jp までお願いいたします。あと番組ね、えっ、ー、と YouTube のアーカイブもありますし、公式書き起こしもね、えっ、ー、とマネーショート以来ずらりと並んでおりまして、そちらちゃんとあのきちんとねあの、整えていろいろありますんで、間違いとか直してますんそちらもぜひ鑑賞してください。